レーダー照射事件、これやっぱ触れなきゃいけないですか。これ奥山さんの結論として韓国は国じゃないっていう、はい、違う違う、そこまで言ってない、そこまでは言ってない、そこまで言ってないです。何を言いたいのか、ちょっとちょっと過激にいかないですね。ちょっと待って、僕は言いたいことはちょっと違うです。国じゃないんじゃなくて、ま、国家としての正しい機能を果たしてないっていう、カメラが回るとリベラル奥山になっちゃう。いやちょっと待ってください、さっきまでの勢い出してよ。じゃあちょっと説明させてください、説明させてください、はいはい、僕あのツイッターでちょっと、はい、朝鮮日報の社説を見て、うん、はい、ってたんですよ、うん、流れてきたん で、はいはい、で日本語版のほら社説あるじゃないですか、うん、でそれ見たんですけど、うん、まあ、朝鮮日報は当然のごとく現、はい、ムンジェイン政権に対して批判的なのは僕知ってますよ、はい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 、まあ、でそういう言説が書かれてるんだろうってのは、うん、知った上での、うん、そこに書かれてる一応事実がいくつかあるわけじゃないですか、はい、だからその事実を拾っていくと、うん、やっぱりどうしてもその今、ムンジェイン政権、うん、外交破綻してるんですよね。してますね。で、そこでどの国ともうまくいってないって、まあ、北朝鮮とはまあうまくいってるのかな、北にね、はい、だ北のみなんですよ、はいはい、うん、で、あとは全部、うん、全部の小の国と全部ダメ、うん、まあ、アメリカともダメ、日本ともダメ、アメリカともダメ、中国とも、そう、本来中国とは仲良くやりたかったんだけどダメだというね、うん、でしかも今中国大使が不在なんですよね、うん、韓国の、そう、韓国の中国大使、北京にいなきゃいけない、はい、韓国大使館にいなきゃいけない大使がいないっていう状態、はい、そうです。その大使が今、秘書室かなんかの大統領の補佐かなんかになっちゃって引き抜かれて、うんうん、はいはい、こっちいないんですよね。だから要するにトランプ政権も、はい、トランプ政権に入ると、ええ、最後こう次の政権に行くときに、うん、あ、お前トランプ政権いたの、あ採用できないよそんなやつっていうことを言われるから、トランプ政権に就職するのを控えてる官僚がいっぱいいる。あ、いっぱいいます、いっぱいいます、あ、全然あります、全然、これありましたね、はい、この番組でも、はい、ムンジェイン政権は、はい、あそこ行くと下手したら殺されるしなと、まあ、特に逮捕される可能性もあるし、今はね、はい、もう殺され、下手したら殺される、なんかスキャンダル出てますもんね、しかも今、そうそう、なんかどっかに融通図ったとか、いつものパターンじゃない、まあ、いつものパターンです、そうなのかもしれないですけど、最後、大統領含め、家族とか、はい、政権の中枢のやつは、はい、結構やられる、だから、はい、まあ、汚職事件ですね、大使になるやつも、行きたくないと思ってるのが、ね、中国に、それはちょっと僕、そこまでは調べてるわけじゃないんで、はい、あれなんですけど、ただ、うん、その社説の方から見てくると、うん、外交ルートが、うん、まあ、できてない、運営が、はい、まあ、何を、まあ、簡単に言うと、うん、政権の、うん、特に外交とかの運営ができてないんですよ、うん、はいはい、で、これ、僕、その、まあ、社説の中から見て、あ、そうなんだろうなと思ったら、うん、まさにその通りだったんですけど、はい、問題は、ここ書かれてる、文章、ちょっと見てください。はい、米国、中国、日本、ロシアの周辺4カ国、うん、もう大国じゃないですか、大国ですよね、全部ね、周辺4カ国に対する外交は、うん、今やすべてが大混乱の状況にあるのだと、そのトランプ政権以上のひどい状況なのかもしれないです、ね、はい、トランプの場合はね、まだ、はい、優秀なやつはまだ残ってますから、ね、まあ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 、まあ、はい、いますよね、うん、で、これ、普通ならね、うん、まあ、いわゆる僕ら、僕このこういう状況を、まあ、見てて、しかもこういう、はい、例の、照射事件とか、うん、レーダー照射事件あるじゃないですか、ああいうのも含めて、うん、対応のまずさっていうのが、あ、やっぱりその政権の中で、政権の、まあ、これ、紫さんが言ってたんですけど、ガバナンスがなっとらんと、はいはい、っていうことなんだろうなと思ったんですよ、まあ、だから結局、はい、外務省がどういうふうにこう今回まとめていいかもわからない。はいはい、河野大臣とね、はい、やり取りしてるけれども、はいはいはい、なんかちょっと空回りしてるね、はい、で軍の現場は当然暴走してて、そうですそうです、で海軍側もいろんなことを言ってる、はい、でムン・ジェインも何言っていいか分かんないから、そうです、記者会見の時に、はい、日本白人に当てたんだけど、 NHK がはいっつって、私がっつって、ああなんか一人いやいや、あなた当てたんじゃねえんだみたいな言ってたんだよね、はいはいはい、だから日本にだけは質問させたくなかったのに、あ、はいはいはい、別のやつに NHK のやつが出ちゃった、出ちゃった、そうそう、でだからあなたに刺したわけじゃないんだぐらいなことまで言うぐらい見苦しい会見してたよね、うん、もうだからその、うん、なんていうんですか、一言で言えばやっぱりこの現状を見てて、多分朝鮮関係ウォッチャーの人たちもそうだと思うんですけど、はい、もう今破綻してるわけですよ、国家の動きができてない、うん、これって、うん、僕はこれやっぱ聞いてて、後でま同じような話出てくるんですけど、準破綻国家であるっていう認識にすればいろいろわかるわけですよ、確かにね、で準破綻国家って何かというと、これ、まあ、個人に例えちゃいけないですけど、うん、個人に例えたとしたらですよ、うん、例えば僕は正常な人間で、うん、和田さんが
まあ、ある意味ちょっと狂ってるという、わけじゃないですけど、うん、精神的に錯乱している状態だとしましょうか、はいはい、うん、で僕がちょっとおいお前のところの子分がよ、うん、なんかちょっとやばいことやったからなんとか気をつけろって言っといてくれよって僕は言うじゃないですか、はいはい、でこの人はその途中で、あ、分かりました、はい、うちやりました、分かったよ、分かった、分かったよって言って、うん、はい、全く違うことやるっていう、はい、そういう状況なんですよ。次の日にそんなことあったっけ、そう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 いう状況ですよ。てかお前悪いんだろって言われちゃうっていう、え、そんなことあったっけ、いやお前が悪いんだろと、そう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 、それそれそれ韓国じゃない、いや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 そんなことあったっけ、お前が悪い、そうそうそういうことです、そういうことです、ね、はい、いや、うん、そんなことあったことも分かってないです、あ、そうそうそう、は、俺今初めて聞いたよみたいな。じゃあ戦後70年ずっと錯乱状態じゃない、いや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 、僕はそれ知らない、それ知らないんですけど、置いといて、請求権協定からですよ。いやだからムーン・ジェインがとにかくやっぱ、はい、あの破綻してるって僕言いたいんですよ、うん、はいはいはい、これまあ個人で言えばですね、うん、まあこれ言い方あれですけども、精神病患者とか、うんうん、もしくは酔っ払いに対処してるような状況なんですよ、うん、はいはいはい、はい、そうすると、うん、こっちでまともないくら証拠だって言っても、うん、向こうはその受け付けないというか、うん、そもそも組織でなってない、まあこれ例えば会社でこういうことありますよね、うん、つまり相手の会社が韓国って会社、うん、K という会社なんですけど、はい、J という会社がですよ、うん、いくらなんかこう投げかけても、うん、部下の人間がなんかちょっとヘマをしたと、うん、お宅のところなんとかしてて、ちょっとその上の上司行っても、うん、上司が分かりました、分かったかどうかし、そんなうちの部下なんかやったか分かんねえみたいなこと言って、はいはい、その中でも情報の伝達が行ってないっていう、確かに、ね、これほうれん草ができてないっていうんですよ、いわゆる、まあ、あのクレームがめちゃくちゃある会社はそうなってる時あるよね。ああ。たらい回しにされて。それ、なんて言うんですか、そういう会社。いやいや。ブラック企業とはまた違うじゃないですか。まあもう、クレームが多すぎて、はい、上司に代わってくれと。責任者に代わってくれって電話が多すぎて。いやいや、まさにそういう状況じゃないですか。まあ、会社がやってるのはそういうことですね。お前のとこ責任者、うん、出てこいと。そう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 。言ったら、うん、責任者がお前が悪いって言ってくるっていう。で、結局、電話出たやつが、また、どうされました？いや聞いてないのかよ。俺30分くらい待つよと。それそれそれ。一から喋んの、はい、この事態を。これなんですよ。そういう状態ね。はい。はい、これなんて言うんですか、そういうの、ビジネスで。お役所仕事じゃないですか。いや、お役所にもなってないんですよ。だから、お役所にもなってないっていう。はい、これなんて言うんですかね、この、僕はだから、破綻、うん、たらい回しでもないんだよな。純破綻国家だと。そう、僕はだから、純破綻国家としか言えない。だから、国際関係論の世界では、一応そういうの破綻国家って、まあ、言うんですけど、うん、はいはい、破綻国家までひどくはないんだけど、うん、はい、組織が回ってない国家って、うん、これなんていうんですかね、だから僕一応純破綻国家って言ってますけど、うん、はいはい、でもそういうとことまともな外交は当然できないし、話はできないですね。だから、うん、これだから日本が強く出るべきだっていう、うん、それは僕意見としてはもちろん日本側の、ね、意見としては正しいと思いますよ、うん、ただそれはそうだけど、相手がこういうふうに錯乱状態にあったら、うん、やりようがないじゃないですか。まあ、あと覚えてないんだからね。まあそういうことですよね、うん、だから自分の部下が何やったのか分かんないし、部下とも連絡が取れてないんですよ、うん、そうだね、これすごい問題じゃないですか、うん、だからそれに対する僕もね、いろいろちょっと調べてみたんですけど、うん、そういう破綻国家に対する対処の仕方って、うん、なんか戦略論とかないんですよね。むしろ対テロ戦みたいに。まあ、そうだね。IS だって、どういう組織か分かんないままね、戦うわけだから。そういうことになっちゃうのかな、っていうか、いや、ちょっとすごいですね。まあ、普通、これね、国家って一応、まあ、三位一体じゃないですけど、一応、主権があって、領土があって、国民がいてっていうのは、一応三権じゃないですか。でも一応いるじゃない。領土があって、国民もあって。領土、国民はまあ、主権もあるでしょ。で、主権もまああるんですけど、この主権の部分が、機能がなってないっていうところだと、はい、うん、あとは国民と、まあ、領土は置いといて、うん、国民がもうわーっと騒げば、はい、なんとかなっちゃうっていう、これね、だから韓国が悪意があるとかそういうことはちょっと除いといて、はい、まず機能してないっていうところは、確かに機能としての注目をしてもらいたいんですよ、だから、うん、あと前々から、はい、話し合いって無駄だったんだなっていうのはやっぱ今でも思うよね。いや要するに、まあ、そういや、やっぱもう70年も経って、民主主義の時代とか、機能不全国がもう来てんのに、ずっとこれを繰り返して、しかも、さらにそれが今、加速してるじゃない。なんか、まあ、破綻ぶりがちょっと今回、ひどいですよね、うん、まあ、おそらく韓国の中でも歴代政権、やっぱり末期になるとそういうところあったのかもしれないです、うん、だから最後にほら、何でしたっけ、竹島行っちゃうとか、大体、うん、なんかパターンとしてあるわけじゃないですか、うん、それがだいぶ早く来てるのかなっていう、なんか、うん、こう、自分たちが併合、こう、自分たちから併合してくれってきたことも、うんうん、あの時はそういう状態じゃなかっ
だ主権がない時に併合させられたとか、その主権あったのにその記憶がないっていうかね、なんかそのスピード違反で捕まって、で次の日も捕まって、うん、お前昨日もスピード違反してたじゃないかと、いや覚えてません、昨日酔ってたんでみたいな、そういうわけでしょ、そういうわけでしょ、お前何言ってんだと、そういう意味わかんないよみたいな、受け継がれてないっていうところとか、継続性がないっていう、うん、てかそう僕はその言いたいのはその韓国、うん、ダメだとか、ダメだとか、うん、そういうことじゃなくて、うん、はいはい、その対策としてですね、うん、はい、その錯乱状態にある、うん、まあ、国家という一応、はい、体制になってるのに、うん、どう対処したらいいかっていうのを考えるほうがより建設的なのかなと僕は思って、確かに相手が機能してないっていうことを前提にして考えないと、はい、我々いくら怒ったところで何にもならないですよ、はいはい、ちょっと機能してるかなと思ったら この話はちょっと戻ってもいいかもしれないですね。これちょっとあの韓国の前提と日本の前提がちょっと違いすぎるっていうのを今回、はい、話して、これあのやっぱ素人にも分かったよね、はい、というあの話の前提というか世界観ですね、これ、はい、そうもうちょっとね戦略の階層とかでこれ見てもらったら分かる通り、はい、韓国の前提は日本が悪いと、はい、で日本側は韓国が悪いけど、うん、日本人の中には、うん、日本も悪いよねっていう人もいるし、います全然いますし、はいはいはい、日本側も日本人って、うん、そこまで言うなら、うん、日本も悪いとこ少しあるかもしれないからちょっと探してみようと、我がフリーそう一回探すよね日本人って、うん、俺もしかしたら悪いかもしれない、手落ち どっか手落ちあったかなと思って、やっぱ海上自衛隊やばいことやったんじゃないかみたいな、そうやっぱ脅威を与えたんじゃないか、そういうふうに見るとこあるよね。であと韓国側は日本は犯罪国家だから何してもいいんだというのもあるよね、うん、まあまあ日本に対しては、はい、愛国無罪ですね、そうそうそう、はい、あと日本が最終的に責任を負うべきだ、まあ、これいつも言ってるよね、まあ、なんだかんだ日本が徴用工にしろ、ね、許せとかね、はい、だから日本は永遠に韓国に謝り続けるべきだって、これも言ってるよね、言っちゃってますね、これもいつも言ってるよね、これって、うん、少なくとも国会議員なんか言っちゃいけないセリフだよね、もう法治国家じゃありませんってことで、いやでも国内向けにはこれはあの言うでしょうなって、でも外交でも言ってるじゃないまあそうかそう、いや日本人の感覚からは分かんないですけど、うん、彼らの頭の中に入ったらそうなんでしょうねっていうのは僕は分かりますけどね、はい、あとここ最後が中国人と違うのは、はい、周りが何と言おうと義を貫くっていうか、その憤義というかね、憤義を貫くっていう、中国人は最後利益に走るとこあるじゃない、ああもちろんでも、はい、落としどころがまだある時がある、あります中国は、はい、韓国の場合はそこがこういうところ、これはあの、うん、とにかく最後まで頑固を突き通したもん、そう、最後まで、自分の主張を貫き通した人間が勝つみたいなところを、うん、すごく尊重しますよね、はい、日本だともう周りが止めるじゃないですか、うん、はい、やめろそんなことやってもね、日本の前提ってやっぱりこの韓国が今回悪いってのはもちろんあるんですけど、うん、はいはい、同時に日本も悪いあるんである、うん、ここでなんかちょっとその全体的に揺らいじゃってますよね。で日本人は、はい、まあ国際法を守ると言いながら、はいはいはい、話し合いとか友好が大事と思って、はい、早いうちに手打ちしちゃってたんだね、はいはいはい、いつも毎回、ま、そうですね、慰安婦が出るたびにもう毎回政府が河野談話を出したりとか、はい、そういったもう本当に早いうちに 手打ちをあとやっぱりよく、うん、あのね、韓国研究者、はい、韓国とか、まあ、その朝鮮半島系の研究をしてる人たちもよく言うんですけど、うん、まあ、国際社会の目とか、うん、はい、日本が何かすると国際社会で笑われるとか、うん、まあ、そういうのはあるじゃないですか、はい、まあ、左翼がね、やっぱり日本側にとってこの国際社会、はい、世間の目っていうんですかね、メディアがすごく、メディアが特派応援してるからね、うん、日本を叩いてでも特派が得するように放送してるのが、日本のメディアですからね、うん、はい、こういうやっぱ前提ですよね、うん、そうですね、世界観の違い、はい、というのか、だから別に僕はそれがいい悪い善悪の話じゃなくて、うん、はい、こういうめ、話の考えの違いがあるっていうのは認識しないと、はい、うん、対策の立てようがないっていうのは僕の意見です。やっぱこの、まあ、まずこの前提、国と国との前提も違うっていうのと、はい、もう一個先ほど言った準破綻国家だと、今は特にその機能してない相手に対してどうやって対抗するのかっていうのを我々ちょっと考えなきゃいけないんですよ。もちろん今、ね、お前らちょっとこうやってやってないだろうって言ってるけど、それは実際全然向こうにとってダメージになってないですよ。分かりやすく言うと、民主党政権の中盤ぐらいからもうかなり崩壊しかけてたよね、日本も。ね、先ほど誰かが、ね、書き込んでましたけど、はい、うん、和田さんにこの話したら和田さんもそうだったんじゃねえかっていう、うん、そう、尖閣列島ね、漁船体当たり事件とかね、あの時とか、あの辺2010年、あと福島
第二原発のね事故とか、あの辺とかももうちょっと機能してなかったじゃないですか、うん、残念ながらそういうところありますよね、はい、うん、だからまあ、あの日本もそういうちょっと機能が機能不全にあったっていうところはあるわけですよね、うん、そうですね、はい、だから一言ではない部分も、まあ、なきにしもあらずって部分じゃないですかね、うん、はい、マジックウェポンたちがね、そう、中国のために働いてましたよね。そこまで、あの、はい、考えてたかどうかも怪しいですけど、はい、まあ、まあ、そういう、うん、だその我々もっと建設的にね、あの韓国との今の、あの状況を考えるんだったら、うん、やっぱり向こうが機能してないっていう前提を我々ちょっと入れなきゃいけないですね。だから100年前の朝鮮半島のまんまなんじゃないですか、はい、やっぱ残念ですけどそこはちょっと認めなきゃいけないかもしれない。どっかが引き受けないと、はい、うん、彼らに任してたらどっか引き受けるのかな。前はあれだったわけじゃん、はい、日本が引き受けちゃったわけじゃないですか。なんかあの最終的にね、日清日露勝って引き受けたわけですよ。そうですね。だからまああれは、うん、なんかな、まあ、19世紀末のちょっと朝鮮半島勝って引き受けたから良くなかったよね、はい、だから本来、うん、あのよく放課後校庭で野球やるぞって集まった時に、はいはいはい、チームじゃあキャプテンだけ決めようって言って、はい、誰々君がキャプテン誰々君がキャプテン、はいはい、でじゃんけんして、はいはい、勝った人から1人ずつ選ぶっていう、はい、あ、はいはいはい、で、まあまあ、校庭でよくありそうです、ね、だから A 君でじゃあ B 君 C 君D 君とかね、はいはいはい、で最後に一人余るじゃない、はいはいはい、それになると、じゃあもうちょっと一人余っちゃったからもう一回じゃんけんしようぜ、はいはい、じゃんけん勝った方がよし勝ったいらないっつってやればいいのにそうすると大体そいつ泣いちゃうんだよねなるほど、そう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 いう、まあ、そう野球やっぱ一つのスキルですからね。スキルがない人もいますからね。もうちょっとあそこ行くともう打順が一個もったいないっていう話になってあいついない方がいいだろう。なるほどね、うん、そういう話になっちゃったりとかして、まあすごい返さない。でもそのまさに次日清日露かって韓国の利権を守ったわけですよ日本は。それをやったからダメだった。次戦争して勝ったとしてもいらないと。いや半島の統治よーし勝ったいらないっつって言えるかどうか。そういやー、そこが辛いとこだ。そこが大事なとこじゃないですか。本当、うん、その背後にね、でもね、はい、また厄介なのが一ついるっていうところの。そうそうそう。いやー、本当難しい、うん。はい。なんで、とにかく、機能してないっていうところをちょっと、うん、はい、まず認識しましょうよ。はい、それがないと、前提がないと、やっぱ、ね、話動かないんじゃないかっていうところですね、はい、僕は言うのは。ね、はい。まあ、前提が違うというのと、はい、もう一つの前提として、うん、機能してない国なんじゃないかって思うことが外交上大事なんじゃないかと思いますね。本当機能してないっていうのが、はい、これ本当迷惑ですよ。でも本当にそれは別にそれが、うん、僕別に韓国人の人とかに対してその悪口言いたいわけじゃなくて、うん、はいはいはい、本当純粋にすごくその、うん、機能してない国家ってすごい迷惑、ね、周りが迷惑かけてるんですよ、やっぱりその、まあね、ムンジェイン政権ですよ、うん、ムンジェイン政権がだからガバナンスができてないおかげで、うん、本当にそれは韓国自身にとっても迷惑なんですよ。それは、はいはいはい。わかります。だから別に他の国も迷惑かけてるけど、自分にも迷惑かけてっていうところで、しっかり統治してくれよと。そうですね。いうことですよね、本当に、はい。戦略系のことをちゃんと勉強したいなというふうな人のために番組やってるんですけれども、はい、CD、授業としてね、CD をやってまして、はい、それは戦略の階層から入って、はい、戦略の勉強をしていただけたらと思ってますけれども、はい、ぜひ、ここからスタートしてですね、未来予測と戦略 CD とかになってますんで、ぜひ、そして、リアリスト入門、それから、ルトワックの一発逆転の非常識な成功法則、戦略三部作のクラウゼビッツ戦争論、そちらもね、これも日本では誤読されておりますので、はい、で地政学、これは日本にはないです。はい、はい、それから、孫子の兵法、これもちょっと、はい、やや日本のは誤読されてる。はい、ということで、はいはい、ちゃんと解説をしているのがありますので、はい、ぜひ聞いていただけたらと思っております、はい。